んで、やっぱこの世界線の佐竹が厄介といった感じか。よいしょ。で、調査壁と通称いいね。結びましょう。表情を始めましょう。そして表情。この策いかがでしょう。金山収入はでかいぞ。じゃあまあ論議と軍事。51、51、36。これにて表情を終わります。まあこんなもんでしょう。で、俺気づいたな。とりあえず過信成長は取らないとダメ。農兵防衛速度上げてもしゃあないし、独占費用減少、これ取ろう。独占できてないのはかなり辛いことになってた。お命令を。これでさっきのなんかめちゃめちゃ高えじゃんと思ってた足りるんだね。7000円になってる。まあでもまだまだだな。まあ落とせるかこれ。31日でいけるってなってる。31日でいけるなら行ってもらって、で毛利いいね。毛利同盟2年、これでもう多分安定期入るんじゃないか。まあ毛利の同盟取ったら織田に布告でちょうど良さそうだ。でちゃんと落ちる、これダメだよ、絶対落とさないとダメだよこれ。落とせー、落とせそうだね。よし、姫路突破ということで、ね、赤松家は本願寺家によって滅ぼされました。ありがてえ。いやー、栗山善介とか森田兵とか、まあ、小寺正典はまあまあいいんだけど、黒田官兵衛がまだいないのか。でも普通に優秀な家臣団が手に入りました。黒田家はほんと優秀だからな。よいしょ。で、これだけ人材が整えれば、まあ、戦えるし、毛利との同盟がまだ通ってないのか。じゃあ、ちょっと一旦、時間進めて、毛利と同盟通しましょう。そして、王城極楽のなんかまた能力は、不正が解放。もう全部解放されたのかな。そして、姉が工事の当主死亡。で、上杉と同盟切れ。で、後藤又部、やったー、強いな、後藤又部。これはありがたい。片付けない。ゲチよ。かなり優秀な武官が登用できましたね。で、上杉と、2年同盟、そして、姉が浩二と同盟結びたいけど、まあ、同盟ちょっと結んでみるか。ワンチャン従属すると思うんで、一旦同盟通してみて考えてみます。無理そうだったら、まあ、そのまま攻めてってもいいかな。織田家同盟通ったね。よし、で従属だ。よし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 、承知いたします。これで姉が工事を従属させれば、まあ織田との敵対はしばらくはなくなるでしょう。で、龍虎同盟辛いなぁ、これ。武田と婚姻結ぶっていう手段はありなんですけど、どうしますか？結んどこうか。ちょっとしばらく、武田相手に戦ってる余裕がないと思うんで、これ、ちょっと武田の姫もらっときます。承知いたしました。これで同盟を結んで、ちょっと一旦西に注力しましょう。今の状態で武田と戦っても全くいいことないし、織田とか、まあ、機内統一が先ですね。援軍も安く貸してくれるかもしれん、こっちの方が。そして、夏になりました。病か。そして、毛利との親善が終わったと。これでかい。本当にでかい。飽きないよ、始めましょう。じゃあ、まあ、特に買うものはないですね。ご命令を。正直ここで婚姻を結べるようになると、機内統一とか結構無理できるようになるんだよね。で、従属通った？まだか。従属は通したいですね。毛利って姫いんのか？いねえか。まあ、一旦このまま行きましょう。そして毛利家に着きます。三村に攻めかかると。
厄介すぎるな。よし、婚姻も手に入れた。これで従属も通ったんで、もう信長に味方するのは畑ののみということで、信長に対して宣戦布告いたします。お見せしましょう。我が力を貸そう。まあ畑のぐらいですね。これでおお、1万はでかいぞ。米1万はやばいな。じゃあまあこれこのまま行くんだけど、うち確実に有利、どこで戦っても。でここは何人 ?4000、1万、多分1万8000もいらないんですよね。いや1万8000出そう。出陣しましょう。これ出します。でもう1個軍出したいね。ここ日野城3000対7800、まあ兵が出るんで出陣するぞ。出してみようかな。これでいいか。え？まあ行くだけ行ってみましょう。ではこの3000人だったら行こう。こっちの方がいいのか。4800いるし、一旦これ解除だね。普通に素直に一部隊で行きましょう。7800やっつけてから軍を出しても遅くはないはず。天も人も俺に背くことは許さぬ。信長が頑張ってるけどさすがに勝てないでしょう。表情を始めましょう。よいしょ、表情。舞台攻撃、統制不足取ったな今。まあ、商業と論議にしましょうか。74、52、50、強いね。50超えてくるとめちゃめちゃ優秀って感じがする。ただまあ取れる能力的にはないんですよね今。欲しい能力がないと言った方がいいのか。いらない能力ばっかりだな。とりあえず、いや、上司交渉有利は取りたいんで、外交交渉有利だけ取っときます。あとはこの辺か。干ばつ、洪水、貯水池があるんで、干ばつはどうにかなるんで、洪水からかな。よいしょ。ゲチよ。で、手を打ちましょう。ドアが開いても勝てるんですよね。このまま行きましょう。まあ、勝てるでしょ。我が策があれば勝つのは兵数差倍なんで、まあ勝てるということで。で6200、まあ軍が出るということで、これこのまま観音寺に向かわせます。多分そんな時間はかからないはず。よいしょ。まあサクッと落としてもらいましょう。50日、意外とかかるけど、まあこれはしゃあない。さささっと信長をやっつけて全てを手に入れるのじゃ。観音寺到着。ほい68日、まあのんびりと待つ感じかな。で検尿隊はどう。サクッと交渉とかできないですね。ご命令を、まあ、とりあえず小田家臣をいち早くゲットしましょう。人材の面で他国との差を減らさなくては。でまあ方策使うのももったいないんで、これこのままいきます。どうなんだろうな、これ正解だったのか微妙だぞ。ってか、え、直江が、直江そっちいんの。浮田、浮田直江が毛利家所属だ。なんでだ、裏紙じゃないんだ。厄介だな。終わりですか。多分野心が高くて裏切っちゃったんでしょうね。でめちゃめちゃ人登用できたな。かたじけないことです。さすがにあれなんでしょうね。行きます。みんなに愛想つかされちゃったんでしょうね。でここを9000、皆さん続いてください。まあ織田に硬いと思うんですけど頑張りましょう。そして秋になったということで米ゲットしましたね。山名と同盟切れ、はあ、ご命令を。とりあえずちょっと待ってな、山名はいいんだけど、
長宗我部とは同盟しとこう。かしこまりました。お米いっぱい送ってくれそうだし、こういうやつとはね同盟延長しなくていいな。朝倉とか従属してくれりゃいいんだけど、しないんですよねこいつら。あ、するじゃん六角。かしこまりました。筒井は従属しない。いや、筒井は多分同盟結べば従属するはず。ということで、承知いたしました。筒井家にちょっと人送っときます。じゃあこれこのまま行きましょう。我が野望、何人たりとも止められぬ。そして覇王の野望、君どう？そろそろ交渉、あと2日待ってからだな。待機、こんなもんだね。よし、まずは交渉から。本田正信99外政、まあ、柴田勝家か。全面でちょっと挑戦かな。上司はむずそうなんでね。あ、ダメ。ダメだった。勝家ちょっと優秀すぎたわ。じゃあ、まあ、普通に待っていいでしょう。手を打ちましょう。出陣しましょう。織田に向かいます。まあ、3倍の兵いるんで、多分落ちるはず。一応交渉ができるね。頼む、サクッと落としてくれ。よし、従属通ったね。そして賢女行ってこい。信長と賢女、まあ、意外とね信長もね賢女に関しては妥協してるから、首取れなかったもんね賢女の。ただまあさすがに交渉は通らないということで、まあのんびりと待ちましょう。なんか兵糧収入は増えたんで、割とどうとでもなるね今だったら。そして表情、策がございます。じゃあ、まあ、農業と論議でいいかな。わあ、絶好調が起きないが、かなりポイント高いですね。50前後。これにて表情を終わります。これはありがたい。で、おお、いいね。上司投稿、上司交渉か。これでかいよ。これで交渉で応じてくれるようになればめちゃめちゃ楽になる。だってもうこの辺取りたいけど、多分お高診断をゲットすれば解放されるはずだという淡い期待を持って、これこのまま行きます。よし、観音寺突破。あ、2人ほど登用ということで。で、京女さん、これこのまま桐山御所。お、兵数4800いたのに減ってますね。これあれか、金銭収入落ちたからかな。そして西園寺対長宗我部、まあ、これ長宗我部につきます。手を貸しましょう。意外と外交でどうにかなってますね。ただこの後どうするのかっていう感じはする。どこ攻めてきゃいいんだ。うん、難しいな。まあ、一応交渉するか。秀吉、本田正信 99% パーセントじゃないけど外政で、これもう終わると思うんで、全面で少しでも米を節約します。ここで秀吉を登用しなくても、まあ、確実にね、こっちの賢女隊がどうにかしてくれると思うんで。あと36日、時間を進めましょう。ご命令を。でだ、俺結構足軽入っちゃってる。これ足軽入ってんな。承知いたしました。金銭収入でもまあ8000あれば十分か。いや、一旦足軽ちょっと全面的に解雇して、内政の強化に力をちょっとそがせようか。普通に土地増えたんで、足軽なしにして金銭国力強化に使わせましょう。で、またしばらくしたら足軽雇えばいいと思うんで、一旦この織田の領地にいたやつらは解除かな。足軽多いな。足軽しか雇ってね。さすがだね、信長といった感じだよ本当に。伊賀上の、いやでも意外と足軽いない？いや、いるいる。承知いたしました。織田領地に足軽がいないわけないんだ。承知いたしました。信長のね、
志的には足軽めちゃめちゃ雇うんで。で、金銭収入強いよな、信長の。厄介な男ですよ。まあこんなもんですね。じゃあ時を進めましょう。サクッと信長をまずはやっつけるところからだ。よし、織田に突破。ということで織田家は本願寺家によって滅ぼされました。ということで、おお、織田信長、明智光秀、蒲生氏郷、木下秀吉、柴田勝家、竹中半兵衛、大谷義次、滝川一正、堀間秀政、うわ、丹羽長秀、木下秀長、ああ優秀、前田利家とかもいるね。こりゃ強えわ。これで人材の部分がもうめちゃめちゃ強化されました。よかった、これでもう一安心だ。じゃあとりあえずいろいろやろう。波多野かな。波多野に関してはちょっと滅ぼしてもいいと思うんで、波多野家に対して宣戦布告いたします。お見せしましょう、我が力を貸そう。まあみんなお米くれるんでね。で、一気にちょっと国力増やしましょう。手を打ちましょう。雑魚い敵を倒すことはそんな苦じゃないはずだ。しましょう。よいしょ。で、6万。めちゃめちゃ米あるな。どんどん行くか。1万8000。兵が出ると言ってるんだったら、ここでは戦いたくないから、こっちから行こう。こんないる ?1 万8000。なんか微妙に。ちょっと兵多すぎるな。1万4000ぐらいで行こう。これでサクサクっと滅ぼしていきましょう。あとはまあ従属とかさせていきたいね。あ、同盟切れ。飽きないよ、始めましょう。同盟切れは厄介だな。そして、あ、大名保有時配下全員の忠誠上昇、これは強い。ご命令を。でだ、ちょっと従属させていきたいな。心象が低いため結べない。一応同盟締結つい。承知いたしました。朝倉従属は国力差か、もうちょい足りないか。足利はまあ無理か。でも将軍義明なんだな。義輝じゃないからワンチャンありそう。三好も足りないと。ただ、うん、こいつらもちょっと一旦同盟結ぼう。同盟結んでから従属がワンチャン通るんで、そうじゃないと、どっかしらとまた敵対することになるんで、まあ、こんなもんだね。で、一気に山名とか浦上とか攻めていきましょう。そのうち国力増やるでしょう。そして、国衆将兵。なんか使ってるけど、どうせ勝ちですよ。そして、波多野の地を奪う。まあ、山。山名つきたくねえ。不参戦で行こう。これで、おかげでね、めちゃめちゃ楽はできるんで。ちょ、待ってな。問題は、山名がどっかと同盟結んでたら厄介。足利か。足利は厄介だな。まあ、次はじゃあ、浦上あたりをちょっと、倒しつつ、って感じかな。とりあえず国力をどことも、その今同盟結んでるやつらと、心象悪くすることなく増やしていくことが目標ですね。で、そういえば人材を、お、養女を迎えてはいただけませぬか。六角紅めっちゃいいじゃん。娘くれたのかお前、いいやつだな。じゃあ表情ということで、おお、さすが、さすが織田。めちゃめちゃ、しかも兵糧系多いな。明智包みとかもあるし。さすがですね、遠路行軍ゲットできたのも強い。サラサラ声、平坦管理。めっちゃ強えな。まあ、とりあえず、論議と農業取ります。68、52。これにて表情を終わります。さすがに織田家臣は優秀だったな。じゃあ、まあ、取りたい能力いっぱいあるんですけど。
平坦管理は強いな。どれも強いな。サラサラ越え。いや、あ、行軍速度上げた方がいいね。サラサラ越え。これは？忠誠上げるのか。強いが他に取りたい能力があるんで、ここは一旦、こんなもんでいきましょう。で、福島正則。よっしゃー。めっちゃ優秀。で、赤いよね。全然赤いよね。大義名分しても、うわぁ、忠誠上げるのがないのか。まあ、だとしたら感情上げるしかないんで、感情上げていきましょう。あまりにも優秀な奴らすぎて。なんで戦国秀久？戦国秀久じゃないのか、こいつ。かたじけない。とりあえず、引き抜きされるのがうざい奴だけ。礼を言おう。上げときましょう。100超えはちょっとね、抜かれた時の、心のダメージがでかすぎる。かたじけない。まあ、こんなもん、もうあと全部適当に上げよう。かたじけない。で、18枚ぐらいは残しておきましょう。ワンチャン、刀とか裏紙に、もう、浮田直江いないんだけど、優秀なやついるんでね。よいしょ。矢上城に到着。方位77日。すぐだな。で、相手方の使者。まあ、ここは剣女に行かせましょう。さすがに外戦104は強いよ。全面でいいぞ。あ、ダメ。全面でいいぞっつってやってるのに、ダメなのか。俺の優しさを、あしらいよって。で、ハタノが、心中を申し入れた。心中すると言うたか。ちょっと待って、心中はありだな。でも、心中させちゃうと今度、攻めるところが、ないのか？迷いますね。心中をする。これ、受けてみようか。ちょっと今回は心中受けて、国力ちょっと増やす方に注力しようか。心中受け入れます。ということでね、動画見てくれて本当ありがとう。まずは右側のチャンネル登録ボタンをクリック。そのまま左側のおすすめ動画、ぜひ見てくれよな。あ、そうそう、高評価コメントも忘れずにね。ということでね、また次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。